そうですね、今まで使ってたタマのアイアンコブラもスピードコブラも、全然使いにくいとか、ものすごい素晴らしいペダルだなと思って使ってたんですけども、さらに、考え尽くされて、よくぞこんなところに着目したなっていうような、ペダルができて、ずっと使ってみて、そうですね、さらに、小気味よく軽く踏めるし、ただ軽いっていうと皆さんイメージ的にはなんかスカッと抜けちゃうんじゃないかっていうイメージであると思うんですけど、全くそんなこともなく、音もズドーンと抜けてくれるし、それ小気味よく踏めるし、おそらくこのペダルじゃないと踏めなくなるようなフレーズとかも出てくるぐらい、ものすごく体に馴染んだ、軽くていいペダルができたと思っております。はい、そうだね、アイアンコブラ、スピードコブラは何しろ、踏んだ感じとしてはアイアンコブラもそうなんだけど、スピードコブラはより速いスピードで、気兼ねなくっていうんじゃないな、気持ちよく踏める、速く踏める、踏みやすいペダルっていうイメージがあって、アイアンコブラの場合はオールマイティな感じですかね。アイアンコブラでも全然速いフレーズとかも踏めるし、小気味よく踏めるんですけど、スピードコブラの方がどっちかっていうと、もっとメタルな感じ、に特化してるのかなっていう気もします。ただアイアンコブラはものすごくオールマイティで、どんなジャンルにも、もちろん筋肉症状態の、ステージでもメインで使ってますし、使い勝手のいいペダルだと思います。はい、タマからこんな素晴らしいペダルができたので、ぜひとも、皆さんに踏んで体験していただきたいなと思います。踏んでいただければこの良さがものすごくわかると思うし、ものすごい考え尽くされた機能がついているので、見てるのも面白いと思います。本当に足と一体化する、気持ちと一体化する機材だと思いますので、ぜひ試してもらいたいと思います。よろしくお願いします。